餃子の王将市場大宮店直営1号店の記念日株式会社王将フードサービスは中華料理チェーン店の餃子の王将を経営する会社である2013年までスパルタ教育的とも評される内部研修が行われていた具体的には山中の施設で外界と隔離され社訓を覚える3分間のスピーチで絶叫するオリジナルの体操といった 審査項目に合格しなければ卒業できないというもので、王将フードサービスではこれを当時時代に逆行するのではないかと捉えられるが、しつけをされる機会が少ない若者を学生気分から脱却させるために必要な内容だとした。その様子が日本テレビザサンデーネクスト2010年4月11日の放送で紹介された際にはゲストコメンテーターの弁護士、北村春は 自身の高校時代の野球の部活経験と照らし合わせ、眠っている魂を引き出すと絶賛。さらに、感動したという内容の当初が、新聞に複数寄せられ掲載された。一方で、インターネット上では研修の内容に対し、ブラック企業などを想起させるなどといった否定的なコメントも J キャストによると大勢を占め、実際に、同社はこの方針でうまくいっているのだから、 研修について、部外者がとやかく言うべきではない、といった趣旨の意見も寄せられている。一方、不当な厳しさは、真の意味での人材育成に結びつかないという批判もあるなど、議論を読んだ。この放送に対する反響に対して、同社も公式コメントを発表したが、そのコメントの内容にも、社会って怖いのような批判的なコメントや苦言を含む賛否が寄せられた。 王将フードサービスの新入社員教育を批判的に取り上げたダイヤモンド社の記事に対して中には育ててもらえるのをありがたく思えといった同社を擁護する意見もあったというが多くは社員教育に対して批判的なものであったという王将フードサービスの売上高は2010年6月に2年11、ヶ月ぶりで前年割れするまで増収を続け 2010年3月期決算時点で9年連続で過去最高益を更新し、売上高も7年連続の増収と発表された。番組放送後に発表された2010年4月期の決算でも前年同月比を上回る過去最高益を記録しており、売上の向上は同社の料理の質や接客サービスが年々向上していることを示しているが、研修の成果か否か明らかでない。 2000年頃にゴルフ場開発など本業以外の投資が失敗して経営が危ぶまれたが2002年に社長に就任した大東隆行は営業本部長を兼務し現場の立て直しと前日の本業に無関係の関連事業から撤退を断行して1年で黒字化した大東は自分を切磋琢磨しなければ研修にならない 愛情を持って育てたいからこそ厳しく指導していると主張しており、実際厳しい研修を終えた後には、ハワイでの楽しい研修が待っている。細かい心遣いがあるから厳しい研修にも耐えられるのであり、この厳しい研修制度が功を奏し、従業員から次々と新しいサービスや商品が提案されているとしている。王将社長射殺事件で、大東隆之の死去により、 渡辺直と常務が2013年に社長となった。渡辺もかつては研修で教官を務めていたが、批判をきっかけに2013年をもってスパルタ研修を取りやめた。真剣な気持ちを持たせることが顧客満足につながるという思いのもと言っており、番組放送後に受けた批判は予想外だったという。誤解を招いては会社だけでなく、社員や顧客。 取引先にとってもマイナスになると考え、廃止したとしている。2016年現在、新入社員向けには、挨拶やマナーの講座が、店長、副店長に昇格するためには、座学による研修がある。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。